今回は第6回目の関西オフ会ツーリングということで和歌山県の方に行こうと思います。まあ、今はちょっとねまだ待ち合わせ場所のコンビニに向かっている途中なんですけども、ただいま朝の9時ちょうどですね。もう待ち合わせ場所まであと1分のとこなんですけど、この辺結構緑多いっすね、意外とちょっと思ってたのと違うな。もうすぐ到着ですね。ここですね、コンビニ見ました。あ、誰か来てる、すでに早い。あ、ランさんや。実はね、この日なんですけど、コバーグさんがね、飛び入りのサプライズ参加してくれたんですよね。まあ、コバーグさんといえばね、このバーグマン関西オフ会のメンバーの中でちょっと伝説の人なんですけどね。これ燃費ってどうなんですか？最初の頃より悪くなったりしました？10万4千キロ超えてますから、すごいですよね。まあ、コバーグさんね、あと2ヶ月後のね、7月の末ぐらいになんかフォルタの新型に乗り換えが決定しちゃってるみたいですけどね。もう殿堂入りしてるんで、またねチャンスがあれば参加してほしいですけどね、オフ会にも。ただいま9時53分、ちょっとね予定では9時50分ここ出発やったんですけど、まあまあ間に合うでしょうということで、今から第2集合ポイントまでみんなで向かうことになります。今現在7人ですね、集まったの。第1集合ポイントでは第1集合ポイントを出発したばかりなんですけどね、この辺あれですね、緑がめっちゃ多いですね、もうすでに。すんごいガーみたいなのがね、うわめっちゃおる。今日ねなんかね、この辺すごい虫が大量発生してますね。虫なのかガーなのかなんかわかんないですけど、やばいっすねこれ虫アタックがひどい。うわやべ、ちょっとねやっぱりよく見たガーでしたね。ガーが大量発生この辺してて、もう洗車したばっかりのスクリーンがもう虫アタックいっぱい当たって食らってますねこれ。やばい。うおーやべ、いやーこの虫アタックはやばいっすね。なんかちょっとした異常現象っすねこれ。もうすぐ第2集合ポイントですね。あと7分か。パワーがありますね。これは一体何がなんでしょうかね。ただいま、午前10時17分ですね。第2集合ポイント待ち合わせ場所のデイリーですね、見えてきました。さあ揃ってるんでしょうか。今7人なんでね、あと何人かな。あれ、あ来てる、4台止まってる。ちょっとね、僕が Google ナビのセットをね、最短時間の一番時間の短いルートを選んじゃってね、当初予定してた道と多分違う道を僕が行っちゃったんですね。これここで右回ったのが失敗だったんですよね。あれ、ジッチさんが行ってる、ね、Google ナビの経由地の設定のやり方がいまいちよく分かってないですよね。ただいま10時52分第2集合ポイントを過ぎて黒潮市場ですね、向かっているところですね。ちょっとね車もそこそこいてますね、思ってた以上に
や天気予報ではねちょっと前までは雨の可能性が結構あったんですけどね、当日は 0% でめっちゃ晴れてますね。今日は最高っすね。ちょっとね1班と2班に分けてるんですけど、2班の人たちが見えなくなっちゃってますね。そんな漏れが車で詰まってたんですけど、多分違うルートを選択してる可能性がありますね。僕 Google ナビで多分最短ルート行っちゃってるから、なんかちょっとね中の方の抜け道通ったような感じですね。今もうね黒潮市場まであと4分なんですけどね、交番の前にタヌキがいてますね。なんかちょっと若干海の匂いがしてきましたね。船も見始めたし、もうそろそろ到着ですね黒潮市場。おーなんかすげえ、あれ流行ってるんですかね。あれはサーフィンなのかな、サーファーかな、サーファーやな、どう見ても流行ってるんですかね、あの漕ぎ方。立ち乗りっすね、チャリンコでいうところの立ち乗りっすね。ポルトヨーロッパとかなんかいろいろあるみたいですけどね、観覧車とか。和歌山マリーナシティ、この辺一帯がなんかリゾート地って感じですね。すごいな。なるほどね。ナポレオン。到着です。中。行けます？行けますね。
ただいま1時26分ですね。13時26分黒潮市場を出発します。次はね、雑賀崎灯台っていうところですね。なんか灯台のあるところにね、海沿いの道をちょっと走るんですよね。今から海鮮丼美味しかったですね。海鮮丼、なんか三色海鮮丼やったかな、なんか食べたんですけど。もうね、今日は気温もね29度とかあって泳げるあれなんですよね。泳いだら気持ちよさそうやな。今はねちょっと2班の一番後ろ、もう全体のしっかり走ってるんでね。そう、今2班が5人か、5対5に分かれたのかな。小判さんはね島根から少しなんで、もうさっきのお昼ご飯食べてお別れになっちゃったんですけどね。また来てほしいですよね、コバウさん。ポルタにね、次はもう乗り換えは決定しちゃってるみたいですけど。雑賀崎の灯台なんですよ。もう着くんですけど、お、すんごい景色やなこれ。もうこの、あ、これかな。あ、これや、これが灯台か。これぐらいでも恐怖感じてますからね僕。うわすげえ、めっちゃ景色見晴らし、めっちゃ最高なの。ドローン飛んでる、ひょっとして。あ、ドローンじゃないの、鳥か、鳥か、あれドローンかと思った。いやパッと見てドローン、さっき向こうでドローン飛んでたからドローンかなと思ったら鳥やった。すげえなこれ、めっちゃなんか景色最高やな。あんまり寄りたくないです。あんまり寄りたくない。でも上から見るバーグマンってなかなかないですよね。いや、行けることは行けるんですよ、ランさん。行けることは行けるけど、行けるんですけど怖いですよ。あの船もあっちの島からこっちの島のまた向かっていってますね。なんねえ。
ただいま2時23分ですね。雑賀崎灯台、ここねめっちゃ景色良かったですね。ここ出発して今から深山第一砲台やったかな、なんか砲台跡に今から行こうとしてます。2班だけ今特別休憩でコンビニ寄ってトイレしたりしたんですけどね、休憩したんですけどね。景色いいっすね、海っすね。こっからやっと海沿いを走れるっていう感じっぽいっすね。あ、でももうあと3分って書いてる。もう到着するわこれ。何の広場だこれは。もうそろそろ到着っぽいんですけどね。もう到着かな。あった、到着ですね。あれ前の人たちがいてないな。砲台の写真、これ上に打ち上げて下に。これだからこれの方が見えちゃうんですか、かもしれないですけどね。
ただいま夕方4時36分ですね。もうね、ここの砲台ですね、ミャンマー第一砲台のところでちょっとおしゃべりでね、だいぶ時間夕方になっちゃってね、ここでもう解散っていう感じになりました。今から帰ります。お疲れ様です。釣りしてますね、ここ。うわ、めっちゃ釣りしてる、みんな。いっぱいおるな。釣れてんのかな。いや、今覆面パトカー、覆面ですね。見たばっかりなんで、さすがにちょっと怖いですね。結局ね、追いついた形になって今4台で帰ってるんですけどね、同じ方向の人と。いやー、追いついちゃうやろなと思ってたんですけどね。今日もありがとう、バーグマン。次はどこに行こうかな。